藤岡や日記のコレラ十二式絵新聞、金読みのコロウタヌキ十コロウタヌキとは、江戸時代の絵巻などに登場する日本の妖怪である。その名の通り、虎、狼、タヌキが合体したような姿をしている。当時江戸ではコレラが流行っており、病気の根源と言われ、恐れられたのがこの妖怪である。名前は三つの動物の読み方と、コレラがなまったためによる。ただし、 これらからの純粋な転嫁ではないとする説もある。当時のこれらの惨状を綴った安政カローリー流行気概略によれば、幕末の黒船来航に伴って日本にこれらが伝染し、江戸だけでも数十万人が感染したとあるが、病気の原因が不明であったことから、当時の庶民は妖怪変化の仕業として、コロたタヌキの字を当てあらぬ説を流言したという。また、 幕末の社会資料として知られる藤岡屋日記によれば、文久2年に江戸での三度目のコレラの大流行があった際、武州玉郡三次である人物がコレラから解放に向かった後、イタチのような獣が目撃され、焚き木で叩き殺して火で炙って食べたとある。同村でコレラに感染した別の人物の家でも、やはり同様の獣が家から出ていく様子が目撃されたといい。 玉の中東村や八穂村では、これらによる病死者の遺体から、同様の獣が飛び出したという。当時まだ原因不明だったこれらが、コロウタヌキやお酒の仕業と言われていたことから、藤岡や日記の著者、須藤義蔵はこの獣を、アメリカのお酒と述べている。明治時代には、西経新聞、金読みの明治10年9月21日の記事で、コロウタヌキ獣と称して、 虎の模様を持つ、タヌキのような獣が描かれており、実在しない獣だと断った上で、この獣を見た読者がこれらを恐ろしい病気だと認識するよう述べられている。これはいわば、病気による恐怖そのものを図像化したものと言える。ありがとうございます。